ましょう。水をまきましょう。すくすく健やかに大きくなれ。芽を出すのが楽しみですね。ご飯の用意できたよ。あの二人ってば、どうしちゃったわけ？俺が知りたいよ。女子は女子同士か。何の話？あたしも混ぜて。二人だけの秘密なんです。ね、クロエ。うん、そうだな。急に真面目な顔してどうしたん？りっちゃん、クロエって言ったね。言ったよね。絶対に言ってたよね。クーも何冷静に受け止めてんのさ。さあもう二人で通じ合ってるし、分かるように説明してよ。秘密でだ。うわ、感じ悪。モキー、あたしだけのけものか。クーだけリッチャーに接近してずるいぞ。あたしも仲良しにさせろ。させなさい。すみません、捨ててください。ねえねえ、あたしもノーマって呼んで。ノーマさん。ちっかー、呼び捨てでいい。ノーマ。あんたが呼ぶな。ノーマがいると楽しいね。やったー、これであたしも仲良しだね。何だったんだかな。どうした瀬の字、悩み事か？いや、悩み事が解消したっていうか、まあ大体そんな感じだ。面倒な娘っ子の話け？何か言わないといけない。最初はそう思ったけど、結局それって全部が全部俺の自己満足に過ぎないんだな。行動で果たされる責任もあれば、黙って見守ることで取る責任もある。俺はもう何もしちゃいけないんだ。真面目な話はそこまでね。はいパパ、今度はこれ食べて。よく食べられますね。毒物より恐ろしいのに。ジェイ君。冗談ですよ。どう？おいしい？昨日の晩飯に比べれば確実にうまいな。ハティだってやればできるんだから。ノー、セナジ。わい、なんだか気分が。黙って食え。お前も男だろ。じゃあ大物じゃの。顔色一つ変えんで食うちゃる。あら、とっても美味しいわね。ここにも大物がいる。はい、次は自信作のこれね。あーん。ジェボ、食わんとなくなるぞ。
この喜びを分かち合うんでどうする。ジボ、あーん。な、何バカやってるんですか。家族との触れ合いじゃ。君の悪いことしないでくださいよ。なんじゃと。ジェイ、生き生きしてるキュン。皆さんと一緒は楽しいキュン。ジェイがどんどん明るくなってポッポたちも嬉しいキュン。セネルちゃんたちのおかげね。言われてみれば昔より愛想もようなったかの。昔か。なんじゃ、やる気か。誰が寝る許可をしましたか。いつまで寝てるんだ。私は誰のためにこんなことをしてるんですか。僕のためです。そうですよ、ジェイのためです。捨てられてたあなたを拾い、仕事ができるように訓練までしてあげているのですからね。はい、全部僕のためです。だったら死ぬ気で努力をしろ。私の期待に背くような奴はいらん。はい、分かったのなら早く構えなさい。訓練が身になるまでこれは終わらないんですから。おいジェイボー、聞こえとらんのか。おちびちゃんや、すまんが自信作を一つ分けてくれ。くらえジェイボー。殺す気ですか。ジェイ君、なんか言った。はい、みんな私に注目。何の騒ぎじゃ。これを見よ。そうか、今日は星祭りの日か。星祭り今日？ありゃ、ホタテは知らないの？キュッポたちはホタテじゃないキュ。ウィルチ先生、説明よろしく。星祭りというのは、葉に願いを書いて川や泉に流す祭りのことだ。そうすると何か起こるんですか。書いた願いが叶うと言われている。そりゃええの。まあ本当に叶うかどうか保証はないのだがな。えんじゃおもろね。祭りの始まった当初は固く信じられていたのだろう。古くからある祭りで、当時のことは何一つ分かっていない。水に願いをか。お兄ちゃん、ソーガに願いを託していたのかもしれない。俺も今ではそう思っている。まあなんじゃ、要するに葉っぱにお願い書いて流せばええんじゃろ。そうそう、せっかくだからさ、
みんなでやろうよ。僕に願い事なんてありませんから、遠慮させてもらいます。ジェイ、マツキュー。なんじゃ、ジェイボのやつノリが悪いな。やりたい人だけでやればいいじゃん。無理にやらせても盛り上がらないし。世界が平和でありますように。やっぱりお願い事はこれで決まりよね。さすがグー姉さん、スケール大きいね。パパはなんて書いたの？食卓に平和が訪れますように。ちょっと、それどういう意味？ハリウッドは何を書いた？ハティングはこれ、パパにうまいと言わせる。クアは何を書いたの？エルザに幸多き人生を。うわ、優等生でやんの。つまらん女がここにいる。わいな、これじゃギートが元気にやれるように。みんなまだまだ甘いわね。優等生じゃないノーマは一体何を書いたんだ？スタイルが良くなりますように。しょうもない願いじゃの。呆れたように言うな。私にとっては深刻なんだかね。最近全然成長してないしさ。グー姉さんとまでは言わないけど、女として食うぐらいになりたいのよ。私は関係ないだろう。だいたい目指すなら私程度ではなく、グリューネさんにすべきだろう。はあ、なんだこれ。だから素人はダメなのよ。分かってない、もう全然分かってない。クーには平坦の苦しみが分からんのか。いい、心して聞きなさいよ。返事は？はい。クー姉さんはもはや人にあらず、神の領域なのよ。至高の芸術なの。あれこそまさしくこの世の奇跡。さすがの私だって神に挑戦しようとは思わないわよ。現実的にいけそうなとこを狙ってクーを目指してんの。今さらグー姉さんみたいになれないのは私にだって分かってんのよ。この微妙な乙女心が分からんとは、クーの人手なし、クーのバカ。分かったから落ち着け。これが落ち着いていられるか。のー、私もクロエが羨ましい。シャーリーまで何を言ってる。だって。だってじゃない。とにかく私の願いはこれしかないの。りっちゃんのお願いだってきっと似たようなもんでしょ。え、私は。シャーリーは何を書いたんだ。見ちゃダメ。ごめん。人手なし。ごめん、本当に悪かった。反省してる、許してくれ。セネルちゃんは何を書いたの。俺はこれだ。仲間といつまでも共に。うわ、ここにもいたよ優等生。つまらん男がここにいる。願い事か。みんなと一緒にいた方がいいキュ。すごく楽しいキュ。いい人ばかりだキュ。いい人か。だから一緒にいると嫌になるんだ。僕だけが違うから。僕だけが
わざわざ呼び立ててしまって申し訳なかったわね。構いませんよ。それで何か起こったんですか？起こるとしたらこれからということになるかしら。説明してくれたまえ、イザベラ君。去る暗殺者集団が遺跡船に潜入したようなのです。なんだって、暗殺者集団？ここ数日の間に複数件の情報が入ってきています。気に食わんな。そがな連中さっさと追い返しちゃれ。それがそう簡単にもいかないのよ。遺跡船に現れたのは暗殺者の中でも最悪な部類の者たちです。バーツラフ軍にいた特務兵みたいな奴らか。それ以上に最悪な存在、忍者です。忍者？忍者か。忍者ってなんじゃ？モースケ、ふざけてる？こがな喋り方なんじゃ仕方ないじゃろ。忍者とは常に影に潜み、任務遂行のためだけに行動する者たちです。知的感情を捨て、与えられた任務をただひたすらにこなしていきます。さすが物知り JJ だね。忍者の恐ろしいところは自らの命を惜しまないところにあります。必要と判断すれば命と引き換えにしてでも任務を優先するんです。マジで？はい、ジェイ君の言った通りです。忍者の別称は忍び、すでに物ですらないんですよ。うげ、嫌すぎる。どこかの国が雇い送り込んできたわけか。彼らは高度な情報統制が取られています。雇い主が誰なのか未だに分かりません。目的は何じゃ？誰か殺したいもんでもおるんか？モーゼスさんはほとほとバカですね。バーツラフのやったことをもう忘れてしまったんですか？バーツラフは遺跡船の脅威を各国にまざまざと見せつけました。遺跡船が強力な兵器になると分かればどこの国だって手に入れようとしますよ。あるいは他国に渡るのを阻止しようとするか。今まで大陸側に目立った動きはなかったが、その方がむしろ不自然だったと言っていい。おそらくどの国も水面下で準備を整え様子を探っていたのでしょう。バーツラフの行動により遺跡船が世界の表舞台に立ち、どこも動きにくくなったのは事実だ。表だった行動を避けるために忍者を送り込んできたと考えられます。遺跡船を戦争に利用させたりはしない。お兄ちゃん、それでこそ兄弟、今こそ愛のために戦うのだ。わいらの家を他人の好きにされるんは我慢できんからの。遺跡船を動かそうと思ったら水の民の力が必要になりますね。そっか、りっちゃんがまた狙われる。安心せい、ワイらがジョーちゃんを守っちゃる。安心しなよ、りっちゃん。あたしらが一緒なら平気平気。お前たち、あまり調子に乗るなよ。忍者を甘く見ない方がいいですよ。
特に能天気なモーゼスさんは。一言多いやつじゃの。賑やかでいいわね。今日はそれを報告するために俺たちを呼んだのですか？それだけじゃないわ。実はやってほしいことがあるの。かつてモフモフ族の村があったところに不審な連中が出入りしているようなのです。火のないところに煙は立たない。調べてきてもらえないかしら。忍者の潜伏場所である可能性が高いと思われます。となると調査だけでは終わらないかもしれませんね。不審者の正体が忍者だったらぜひ依頼主を突き止めたいところです。私たちの呼ばれた理由が分かった気がする。他に頼める人がいないのよ。どう？お願いできないかしら。わかりました。みんなもいいな。そいつらの目的はシャーリーかもしれないんだろう。放っておけるはずがない。家族は家族で守るもんじゃからの。家族か、家族ね。ウィルッチが親父でグー姉さんがママかな。でもグー姉さんはやっぱりお姉さんって感じだよね。あら、私ママでもいいわよ。にゃ、お姉さんで決定。俺は親父なのか。実際親父じゃん。娘だっているし。というわけで親父と7人の子供になりました。あのな、楽しそうでいいわね。まだな。変なことを言ってこいつを調子に乗せないでください。そんじゃま、忍者討伐にゴー。まったく緊張感のかけらもないですね。忍者ちゃん出てこないわね。お姉さん楽しみにしてたのに。グー姉さんにかかると何でもお楽しみだね。なんじゃジェボ、腹でも痛うなったんか。気をつけてください。ん、誰じゃこら。気を抜かないでください。来ますよ。間違いありません。忍者です。あれが、そんなことがないように気を引き締めてくださいよ。ノーマ、わかったな。ここはモーツケに注意するとこでしょう。彼らの技、まさか。けどそんなことあるはず。ジェイ、どうかしたのか。いえ、何でもありません。自分と似たような技使うんで気になったんじゃろ。気にしてなんていませんよ。
こんな連中の技と僕の技を一緒にしないでください。めちゃくちゃ気になってるってさ。気になんてしてませんよ。だったらあんまり必死に否定しないの。突っ込みたくなるじゃん。ありゃ、反論はなし。何焦ってるんじゃ。焦ってなんて言いませんよ。何を言ってるんですか。小さいことばっか気にしてると小さいばっかりの人間になるぞ。ああ、だから背が伸びないんだ。星祭りでお願いすればよかったのに。いい加減にしてください。ほら、さっさと調べて帰りますよ。気になるんじゃったら気になると言えばええんじゃ。なかなか素直になれないんだろう。困ったものだな。あんたが言うか。まあ、その、なんだ、ジェイにもいろいろとあるんじゃないか。ジェイ坊は自分のことなんも話さんけんの。誰もいないじゃないのさ。もしかして逃げちゃった。いえ、いますよ。ほほう、この私の気配を感じ取るか。姿を見せるとは愚かですね。愚か？この私が愚かですか？その言葉、そっくりお返しします。どういう意味だ？あなた方がここに来ることは私にとっては予定通りのことですから。わかりませんか？揃いも揃っておバカなようですね。東大の町に情報を流せば自然と行き着くところは決まっている。あなた方に私の情報が届けば必ず調査に来るはずですからね。わざと情報を流したと言いたいのか？もちろん。でなければあなた方は私の足跡を見つけられないでしょ。なんでよ、そんなのわからないじゃん。だって無能なんですから。むきー、誰が無能だ。口の軽い忍者もいたもんですね。いいんですよ、いくら軽くったって。引いたあなたたちはすぐに死ぬんですから。上等じゃ、かかってこんかい。それでは遠慮なく後発陣のお嬢さんをいただきますよ。言ったでしょ、すべてこちらの予定通りだと。知らないとでも思いましたか。殺さない程度にいたぶってあげなさい。バレた。
ボルトアロー。魔神剣レインボーストライク。魔神剣レインボーストライク。ボルトアロー。クールズスドラン。映像中を守ってるの。強殺クールズボルトアロー。隠れる天使シャン。天然剣アンソファ。大剣流マシン。チアダンス。アンリーキンジャケス。余力を残した方がいいですね。ボルトアロー。余力を残した方がいいですね。少しは温存しないとな。決戦勝負。ボルトアロー。勝負。決戦勝負。遅い。アンソー。ボルトアロー。少しは温存しないとな。決戦勝負。遅い。マジンキリン。ボルトアロー。幻竜拳。遅い。マジン。マジン幻竜拳。空裂弾。古賀空。ボルトアロー。何をするつもりなんだ。そのまま進め。クールズ残念。クールズリザレクション。魔人幻竜拳中心だよ。チアダンス。これでいける。剣舞剣竜拳コガハザン。魔人拳ボルトアロー。剣竜拳剣将拳決戦勝負。ボルトアロー。魔決戦勝負。ボルトアロー。クールズ何をするつもりだ。ボルトアロー。コガハザン。ボルトアロー。アンソファ。魔人剣竜拳コガクールズ。頼りにしてるぞジェイ。期待には応えてみせますよ。僕に任せてください。待てジェイ、一人じゃ危険だ。あとを追おう。ここにもおらんか。ジェイもどこまで行ったんじゃ。いつも冷静なジェイにしてはらしくない行動だな。早く追いつこう。また会えて嬉しいですよ、親愛なる我が弟子ジェイ。ソロン、どうしてこんなところに。そんなに喜んでくれると私も嬉しくて涙が出そうですよ。嘘だ。どうしてあなたが。釣れないですね。あの頃のようにお師匠様と可愛い声で呼んでくださいよ。おやおや、どこに行くんですか。私はここにいるのに。僕はもう、あんなのは。誰が逃げていいと言った。そんな惨めな姿を私に見せないでくださいよ。知ってるでしょ、私は醜いものが死ぬほど嫌いなんです。醜いものを見ると壊したくなるではないですか。そのままで構いません。話を聞いてもらいたいのです。やだ、僕もういいから黙って聞け。私の仕事を手伝ってほしいんですよ。たったそれだけのことです。簡単ですよね。断る理由なんてありませんよね。やだ、僕はあなたのことを大好きなんですよね。違う。誰が口答えをしていいと言った。
痛い思いはもうしたくないでしょう。叱る方も辛いんですよ。何をされても、僕はあなたに協力しない。そんな寝言を聞きたいんじゃない。腰が痛いな。痛いんだよな。何をされても、何を言われても、絶対に協力はしない。昔を思い出しますね。楽しかった訓練を思い出しますね。僕は協力しない。これは困りましたね。実に困ってしまいましたよ。困りすぎて独り言を言いたくなってきました。あくまで独り言ですから気にしないでくださいね。モフモフ族と言いましたか。なかなか愛嬌もあって愉快な連中ではないですか。どうしてそれを。彼らは何色の血を流すんですかね。どんな声で泣いてくれるんですかね。やめろ。モフモフ族には手を出すな。いや、今から楽しみだな。ラッコが逃げ惑い泣き叫び、命乞いをしながら死んでいく様はさぞ見ものでしょうね。畜生、畜生。お前はいつぞやは道案内助かりましたよ。後発陣のお嬢さんもご無沙汰しておりました。なんだ、知り合いか。知り合いたくもなかったな。おやおや、それはひどい。私はあなたに会えてよかったですよ。こうして再会できたのも愉快で仕方がありません。ごたくはええ、かかってこんかい。あいにくと私は無駄な戦いはしない。野蛮人にはわからないでしょうけどね。なんじゃと。お前の目的はシャーリーか。依頼主はどこの国だ。愚問ですね。答えるとでも思っていますか。思ってはいないが、おしゃべりが好きなようだからな。どこの国であれ関係ないでしょ。手に入れた国が覇権を握ることになる。遺跡船の力は切り札になりますからね。戦争は当然のこと、外交を行うにも強気な発言を許されるようになるんです。くだらない争いのために遺跡船を利用させたりはしない。くだらない。くだらなくなどありませんよ。この船の力を使えば国家間の力関係を覆すことができる。こんな魅力的なものを使わないでいるなんてバカのすることです。バカはお前の方だろ。あなたの国も欲しがっているんですよ、クロエ・バレンスさん。あなた方のことは全部調べてあります。いちいち驚かないでくださいよ。表情の変化が滑稽すぎて腹がよじれてしまうではないですか。今クロエの国もと言ったな。依頼主は一つではないのか。どこに話を持ちかけても飛びついてくるでしょうね。まあどこに転んでも構いませんよ。愉快であればそれでいい。ワイも愉快なのは好きじゃが、我とは意見が合わんの。
遺跡船は実に愉快なところですね。私の渇きを潤してくれる。最近はどこの国も丸くなりすぎた。鮮血が飛び散る戦いの場だけが私に性を感じさせてくれるというのに。このおっさん、頭のネジ間違った場所に入ってる。私が世界を盛り上げてあげますよ。戦争という名の最高の舞台を退屈した世界に用意して差し上げます。そんなことさせるかよ。どこに消えた。せいぜいあがくがいいわ。そして私を笑わせてくれ。どこじゃ。出てこかい。おい、ジェイン。大丈夫です。急に力が抜けちゃって。もう気配はありませんから、警戒を解いて平気ですよ。ジェジェ、本当に大丈夫なの？いきなりは倒れないよ。顔色も悪いな。早く帰ろう。ジェイの家に連れ帰った方がいいな。モフモフ族の村へ行こう。